皆様お帰りなさい、ヨマディオ。はい、今日はね、もう、まあ、23時半ぐらいなんですけど、すごい生理前でお腹がね、すごい空いてきちゃってて気持ち悪いんですよね、今。なのでちょっとコンビニに行こうかなと思っております。絶対にね、寒いと思うんですよ。だから今回はこのアフストアさんが提供してくれたこのね、ダウンを着ていきます。見て、親指で、うん、あ、下パジャマだから下だけちょっと着替えなきゃいけないけど、丈がね、こんな丈がこんな感じです。なんか太ももの、何これ、あ、膝か、膝の太もも始まりますよぐらいです。はい、ここのボタンであったかさが調節できるみたいです。押しましょう。今水色、オレンジ、あ、でもあったかくなってる。後ろが早い、なんか北海道張ってるみたいな感じです。赤、おで、オフなんです。なるほど、行きましょう。ちなみに今の時間が23時51分。あのヤマンチに時計みたいなのがこれか、あとちょっと電池止まっちゃった時計しかなくて、ちっちゃくてごめんね。はい、ダウンなんですけど、全身を見るとこんな感じです。このね、背中のとことね、この前のポッケのとこがね、あったかくなってね、すっごいあったかいです本当に。丈はこんな感じで、あーすごい、親指出るのすごい見せたい人みたいなちょっと家狭すぎて事務所での別撮りでした。はい、なんかこの時間に外に出て行くっていうこと自体がないから不思議な感じある。てかマジでカメラとの距離が、顔とカメラの距離が近すぎて、寒いけど上は寒くない。え、てかね、あれなんだよね、着替えのめんどくさくて結局パジャマで来たんだよね帽子かぶったらこんな感じ、雪だるまみたい。できた。はい、ということで帰ってまいりました。だいたい2000円分くらい買ってきました。まず買ったものが、スタミナ飯、シマウマ、生茶、ザーサイと、バジル、プリン、パンダ、先のため、ザルそばです。スタミナ飯をチンしてきます。いただきます。あ、やばい。これは食欲のスイッチがもしかしたら、マジで入ってるから。南飯が来る、まあ、自分で持ってくるんだけどね。うん、いやまあね、チャーハンが今食べられないんだけど、なんかこれは食べれる。本家に限る。うん、やっぱこう見ると前回ユマが作ったさ、ジャガイモよりすごい形あるしさ、全然違うね。お蕎麦が結構もうない。お蕎麦ないです。お蕎麦おしまーい。なんでさ、生理の時ってこんなさ、動いて歩いてさ、お腹すくんですかね。怖くないですか、女の子の方。本当に。全然食べれなくても太るし、すごいお腹すくし、動くのもめんどくさいし、みたいな。うん、これ多分ニンニクって書いてるからさ、臭いんだろうな。嗅覚のテストでね、ニンニク注射を初めの時に打ったんですけど、匂いが全くしなくて、だから今もしないから多分しないんだろうな。
うん、うん、ラストです。なくなりました。え、なんかすごい食べれてて怖いんだけど。なんか今生理とか生理前とか本当にすごい一気に体重ブワーって増えるんですけど、これだ。買い目。ごちそうさまでした。あ、でもこれはね、明日の朝ごはんにしようって思ってるので、明日の朝食べるようです。そう、これもまあなんかちょっと足りないなみたいな感じだったら食べようと思ってるのでって感じです。でもザーサイは食べる。ザーサイって美味しいよね。うん、これ鶏だよね。蒸し鶏食べれる。お肉が全部ダメなわけじゃないんだな。何が違うんだ、食べれるのと食べれないのだ。最近はね、ご飯を食べる動画を結構多く出してるんですけど、鼻のこの匂いを感じるところが死んでるから、ここを動かそうってすることによってなんかリハビリになるんだって。だからこういろんなもの食べたり嗅いだりで感じようっていうことでちょっとリハビリしようと思ってて、だから結構いろんなものを書いたり食べて、美味しい、濃い味だな、食べたことあるものが多いからだいたい味わかるから濃い味だなみたいな感じで思いながら、美味しいって言いながら食べてるんですよ最近。ちょっとリハビリしてます。リハビリ動画です。そんなことないか。美味しい、ありがとう。うん、でも食べ過ぎな気がする。甘い匂いはする。このさ感じって多分今しかわかんないものだから、もしまた嗅覚とか味覚が戻ってきたら忘れちゃう感覚なのかな、これって。いただきます。アイス食べようかな。まあ一旦動画をおしまいにしましょう。はい、という感じだったんですが、いかがだったでしょうか。このね、ダウンすごくおすすめポイントがあるので、今から4つだけ紹介させてください。まず1つ目が、背中と左右のポケットの3箇所がね、温まるので、すごいすぐ全身温まります。感じであったかい。本当にあったかい、これ。そして2つ目が、防水防風機能付けなので、天気が悪い日でも大丈夫です。3つ目が、モバイルバッテリー充電なので、暖かさが長持ちします。そして最後4つ目が、洗濯機でそのまま洗えます。だからね、ユマ結構よくね、物とかこぼしたりするんですけど、これ白なんだけど、まあ、汚れでも大丈夫だよっていう感じです。はいはい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。詳しくね、もっとアウストアさんのやつ知りたいよって方は概要欄に URL 貼っておくので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではお疲れ様の英語練習、またね。